土地を温泉は、岐阜県高山市奥飛騨温泉里にある温泉。国道471号沿い、蒲田川と平湯川の合流地点付近に、温泉街が広がる。蒲田川河川敷の宝流路高架線公園には、寸市で入浴可能な露天風呂、工人の湯と足湯、ホタルの湯があり、夜間を除く昼間入浴可能。温泉は、男女別々の湯であるが、 屋根の全くない露天風呂のみ。露天風呂入り口には脱衣状の小屋が設置されている。足湯近くにあるホタル水路で7月初旬頃にホタルを見ることができる。温泉熱を利用した野菜や果樹栽培も盛ん。開け湯時期は不明。地名はこの地に土地の木が数多く生えていたことに由来する。昭和43年11月19日。 奥飛田温泉里の一部として国民保養温泉地に指定された。1979年に土地温泉街を貫流する渓流、ダ谷で大規模な土石流が発生した。ダ谷最上流部の標高約1950メートル地点から崩落した巨大岩石を含む約7万立方メートルの土石流は季節の砂防園庭を瞬時に破壊。 一瞬で土地を温泉街を直撃し死者二人、行方不明者一人、全壊家屋11戸などの大きな被害を出した。二カ所の橋梁が流出、土石流による道路の決壊等で、岐阜県道475号が寸断され、温泉街が孤立して、約3000人の観光客が閉じ込められた。その後、ホラ谷には、被害の再発を防ぐために、流路港が設置された。 このホラダニ流路港沿いには桜が植樹され、春には桜の名所となっている。ありがとうございます。